はい、それでは早速、長野マラソンの振り返りをしたいなと思います。4月の23日に25回長野マラソンが開催されまして、私も無事にゴールができました。ありがとうございます。長野マラソンの様子とかは別の動画でもうすでにアップされているので、そちらをご覧いただけたらなと思いますし、今日はまあそれプラスアルファで、その時の動画がちょうど大会の雰囲気、動画を流している形なので、まあ走ってる最中の言葉でしか入っていないので、ちょっと終わってからの、まあ、どうだったかっていうお話も今日できたらいいなと思っています。もう本当に一言で言うと、長野マラソン今回本当に楽しくて、まあ毎回最近の動画で言ったんですけれども、昨年走ったその12月の湘南国際がどうしても私の中ですごくもうちゃんと走れていなくて、こう不甲斐ない結果というかになってしまっていたので、今回の長野マラソンに関しては結構もうちょっと頑張りたいというか、もっともっと楽しみたいっていう気持ちの方が強くて、実際に今回走ってみてもう全然違いましたし、走ってる時ももうなんかいろいろ景色も見ることもできたし、まあ、きつさもあったんですけど、最後のゴールするところまで本当に満足する楽しさっていうのを感じることができました。で、何が一つあったかっていうと、やっぱり練習も定期的にというか、まあ、ちゃんと前回の湘南の時よりも詰めていたし、実際になんか振り返ってみると今回のマラソンに向けてやっぱり1月の下旬ぐらいから、まあ、20キロ前後少しまとまった距離を何度か走っていましたし、あと2月の中旬に25キロとか、3月の上旬にも25キロ、3月下旬にも30キロとか、本当にまとまった距離が走れていたので、自分の中ではよし頑張れそうっていう、まあ、不安な気持ちっていうよりかは楽しみの方が大きかったのもすごく良かったことじゃないかなと思っています。で、今回たくさんの方に走りながらも応援していただいて、こう追い抜く際にも真鍋さん YouTube 見てますとか声かけていただいたりだとか、もう本当に私も気づいてくれたんだっていうぐらいすごく嬉しくて、でもう本当にお一人お一人のなんかこうコメントというか掛け声がとても私にとっては励ましになってありがたかったなと思います。この場を借りて本当にありがとうございました。で、プラス今回反省点といいますか、1点、最後の動画の部分でラスト本来はゴールする場面を撮らなければいけなかったのが、私のミスで、ラスト、1キロぐらいから動画をもう押したまんま録画にした状態で行ってたんですけど、まさかのどこかでストップをしてしまっていて、もう一番ちょっと総まとめみたいなコメントを言っている部分が綺麗に撮れていなくて、もう最後ちょうどフィニッシュスタジアムに入る手前ぐらいって応援もすごく多かったですし、もう本当に楽しかった、もう最高みたいな感じで私もテンションも上がっていたし、そういうコメントも入れつつその雰囲気も撮っていたんですけど、終わった後に動画を見てみると、撮れてないっていう、嘘でしょっていう、もう本当にその一瞬はかなり落ち込みました。でもまあその前にいろいろと動画を撮っていたので、まあ一つの長野マラソンのまあ、結果という形でお送りはしているんですけれども、ちょっとそこだけ取れなかったっていうのが私の中で残念でした。はい、でも今回いろいろなポイントポイントの場所を皆さんにお伝えできたのは良かったかなと思いますし、もう今回沿道の応援もすごく多くて、あ、ここでも応援してくれてるんだっていうポイントポイントも結構多くて、それもすごく励みになりました。で、今回長野マラソンに向けて練習を積んできたんですけど、やっぱりなんか膝の痛みとか、あと足裏の痛みもありつつだったんですけど、やっぱりそこのあたりはもうケアをしつつ、ちょっと痛みが増す時には思い切って休んだりだとか、あとまあ
トレーニングでなるべくお尻の強化だったり太もも裏を使うようなあのトレーニングをあのプラスアルファで入れたりっていうのも心がけていたので、長い距離を走るときにはちょっとテーピング、膝周りは特にテーピングをして走ってみたいだとか、まあ、自分の中でも工夫をしつつっていう感じで、大会当日はまあ ところどころで痛みはあったんですけど、なんか我慢できる痛みでもありましたし、なんかそれほど心配することなくゴールすることができたので本当に良かったです。やっぱりなんか足の痛みとかが出てしまうと走りたいのにやっぱり走れないっていうこともあるので、その点は今回は本当に良かったなと思います。あとはなんか調子が良かったんですけど、1週間前ぐらいからなんか急に5分半とか6分ぐらいのジョグが本当にきつくて、5キロぐらいなんですけど、なんかきつくて重く体が重くて、あもうなんか全然このまんまだとフルマラソン大丈夫かなって、なんか今まで長い距離とか走ってきていたのに5キロでこのきつさかみたいなあの重さがあったんですけど、ここももう焦ることもなくというか焦っても仕方なかったので、もう思い切ってちょっとあのペースをあまり気にせずに走ったりだとか、ちょっと最後の方でウィンドスプリントを入れて刺激をあえて入れてみたりだとか、そのあたりはあの調整をして、走り出したら結構ペース的にも4時間から4時間15分ぐらいはゴールできたらいいな、まあ4時間15分ぐらいかなって思ってたんですけど、4時間はちょっとなんか難しそうだなっていうのはもうなんか頭の隅っこをずっとよぎっていて、まあ4時間15分ぐらいかなってって思っていたんですけど、結構最初のブロックから、私のスタートの F ブロックから3分、33秒のロスがあったんですけど、それぐらいで、その後道幅も混むかなって思ったんですけど、意外と最初の5キロのラップタイムが、5分40ぐらいで28分22とかで通過しているので、あの初めからサブ4、まあ、ちょっと超えるぐらいのペースではあの安定して走ることができていたので、なんかそれほどストレスもなくというか、道の混み具合もストレスなく私は走れていました。で、あの各グループブロックにちゃんとペースメーカーさんがいるので、私が並んだ F ブロックの真後ろにもあの4時間のペースメーカーさんいたんですけど、すぐにもうスタートして抜かれたけど、もう私はなんかそこにはついていかずに、まあ、自分のペースであの行こうと思っていて、目標とするペースメーカーさんがちゃんと見つかればそのブロックについていくといいと思うんですけど、私はちょっとその日どうしようかなっていうちょっと迷いもあったので、もうついていかずに自分のペースで行きました。でもずっと、平均的にはだいたい5分、5キロも5分40だし、10キロの地点も5分36とか、その後も5分34、5分38っていう感じで、結構25キロぐらいまでは私はだいたい5分半、5分35前後をずっとなんか刻んでいて、ネットタイムでもハーフの通過も1時間58分34秒なので、平均で言うと5分37で通過できていったので、なんか結構ペースにはまったというか、なんか景色も見つつうまくはまったので、なんかすごく走りやすかったです。ただ30キロ以降一気になんか5分50とか、35キロも5分50いって、40キロの地点もその5キロ6分かかっているので、でも最後の、10キロぐらいはやっぱ、まあ、きつさというか疲労も蓄積してきていたのかなとは思います。まあ、このあたりももう少し練習期間があればカバーできていたのかもしれないですし、想定内というか逆に6分超えずに刻めたのでよかったかなみたいな、そこはまあ頑張れたかなっていう感じでは思っています。なのでネットタイムで4時間00分34秒だったので、あサブ4いけたか、私の時計でサブ4いけたかなと思ったんですけど、時計が間違っていて、どこで私はこのスタートラインでボタンを押したのかっていう、逆にそっちの方が気になったんですけど、なんかスタート地点で間違ってたみたいで、実際は4時間00分34秒で、まあグロスで4時間4分7秒だったんですけど、タイム的にももうあここまで持ってこれてよかったというか、自分の中ではかなり大満足のタイムで、逆にあ4時間で走れたっていう嬉しい気持ちの方が大きかったです。でなんか大会当日が8時20分だったんですけど、スタートが11度、気温が11度で、なんか
上羽織ろうかなって思ってたんですけど、全然羽織る必要もなく、もう半袖にアームカバーで全然 OK で、湿度も 39% だったみたいで、この日の気温も16度ぐらいまで上がってるんですけど、日差しがある分すごくちょっと暖かく感じましたし、ただ春のやっぱり気候というか、風もやっぱ追い風になったり向かい風になったりして、長野マラソンのそのコース自体が折り返しも多いコースなので、そのあたりの風の向きで結構急にちょっと気温が下がったかなみたいなところはあったので、やっぱりアームカバーとか、もし来年走られる方とかいれば、アームカバーとか持っておいた方が私はいいのかなとは思いました。半袖だけだったらちょっと寒かったかなっていうのもあったので、なんかうまくその気温調整できる部分に関してはアームカバーはつけておいた方がいいかなと思っています。あとはもう本当に景色が綺麗だったので、なんかもう北アルプスとか最高の絶景が広がる中走ることができましたし、30キロ過ぎのフタコブラクダって言われるアップダウンがあったんですけど、そこはやっぱりなんか足も疲れているし体も疲れている中で、2回のアップダウンは結構しんどかったんですけど、事前にもうその坂があるっていう、もうコース戦略的な感じで地図もしっかり見ていたので、あ、ここでこれ来るよねっていうなんか心構えがあったので、まだ良かったのかなと思うんですけど、これ知ってなかったらもっと精神的にダメージがあったかなと思いながら、なのでなんかやっぱり事前にちゃんとコース戦略をするのも必要だなと改めて思いました。あとは、長野マラソンのやっぱり給食エイドもすごく充実していて、途中でエネルギージェルとかももちろんありましたし、あとご当地のお菓子とかもありましたし、給水エイドもだいたい2から3キロぐらいで置いていただいてるので、すごくなんか心配なくというか、喉が渇いてもすぐ取れるような状況であったので、私としてはすごくありがたかったかなと思います。だから混み具合もなくて皆さん余裕持って取っていたので、そのあたりもすごく良かったのかなと思いますし、ランナーさんにとってもストレスなく走る大会だったんじゃないかなと思っています。あとはそうですね、なんか給食エイドもね、スポーツドリンクは、あとお水はある、あと栗まんじゅうとかスポーツ羊羹、あとバナナ、スポーツキャラメル、塩飴、エネルギーゼリー、エネルギーゼリーがちょうど25キロぐらいであったので、なんかそのあたりでもしかしたらジェルをもう食べてしまって、もうちょっとお腹空いてきたかもみたいな不安がある方とかはすごく助かったと思いますし、あとカステラとかも出ていたので、本当に給水エイド、給食エイドに関してはもう最高の場所だったと思います。あとは、今回25回大会ということで、記念メダルの特別デザインになっていたのですごく可愛かったです。25回で後ろにすごくシンプルなんですけど、とてもなんかおしゃれで可愛いデザインでした。やっぱり嬉しいですよね、メダルって25回大会出れたなっていうことで嬉しいメダルがついてきました。まあこういう感じで、今回長野マラソンでもう本当になんか久々に楽しかった、マラソン楽しかったっていうこの充実感を味わうことができたので、私としてはもう大満足でしたし、やっぱり長野マラソンって楽しいな、走りやすいなっていう、アップダウンもそれほど多いわけではなく、比較的天候が良いタイミングで開催されている 毎年気がするので、そのあたりももし来年以降走りたいなっていう方は目安にしていただけたらと思いますし、私もまた機会があったらというか申し込みをして参加したいなっていう大会でした。まあ、今回フルマラソンの準備で思ったのが、やっぱり積み重ねだなっていうのがもうやっぱり一番のポイントというか、嘘はつけないなっていうところはあったので、もうそのあたりは今回家族に協力してもらって時間も作らせてもらいましたし、本当に感謝をしつつ、なんか自分一人ではできなかったことだったので、皆さんの応援もすごく励みになりましたし、頑張ってますねっていうたくさんコメントをいただいたので、もう本当にありがたかったなと思っています。ちょっと今回フルマラソンに向けて集中してトレーニングを私なりにやってきたので、ちょっと一旦ストップというかお休みして、リフレッシュしつつというかリフレッシュする時間を設けつつ、またゆっくりとちょっとランを楽しみたいなと思っています。またなんか目標を立てて、どこかの大会で走れればいいかなと思っているので、
ちょっと今は長野マラソンに満足をしつつという形で今日の動画もお送りさせていただきました。本当にいつも動画を見てくださっている方、応援してくださっている方、本当にありがとうございます。また学びみを頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。それでは今回は長野マラソンの振り返り動画でした。またお会いしましょう。